皆さんこんにちは。8月19日ひよどり城天空菜園ひよぐまさんのベランダ栽培です。2つのプランター、6月1日に網干メロンの種をまいて、今日は80日目です。左側は3本立て、右側は2本立てで栽培しています。こちらの左側のつるは、種からそのまま成長している、親づるです。子づるから雌花が咲き、今はこのように5センチぐらいの網干メロンができています。通常子づるは最初の縁のところで雌花がついて、花が咲き、このように実が結ばれています。それで、子づるで、最初の縁のところに雌花がついているものは大切にしていますが、時々子づるで弱いものはこのように剪定をして、取り除いています。以上、そんな形で今栽培をしています。